間決裂が独裁ドナルド・トランプ、まあ、私としては巧妙な独裁というものに対して健全なる反射神経を持とうなどとしてもやはり難しい。風鈴のチリチリと鳴るガラス玉、星形の模様をお尻にトマトかな、これ生きてなんていうんですかね、これ小学生4年生化け模様アスパラガスは竹の量鎌倉翔太郎、水中感どこから見ても美しい。水中感といえば松坂慶子ですね。海太子といえば、まあ、変換はちょっとね上すぎてね、ちょっとね、まあ、松坂さんぐらいだと小栗浩平の死の茨島尾敏郎という、まあ、沖縄でしたか、あれ奄美、だから奥さんの方が奄美大島です夢で泣いてました。狂って浮いて真っ白でした。そうでした。なのかもしれない。3番線ホームの真ん中で痴漢をして女に喜ばれ羊羹をもらい、切られた新婦を探しに行くタクシーの中で幼女に手立ちをされ、クッキー料をあげました。クッキーの中には婚姻ブーケが入っていて、白雪姫と雪女のソープランドで一夜を過ごし踊りました。千年も万年もサボテンの中で領収書だけが人生です。音楽はコーヒー一杯で自殺します。自殺ですか？自殺ですね。寺千代がジャングルジムの中で古池屋買わず飛び込む富士稽古、あるいは踊ることがしているかなと思ってしまうんですよ。旅に病んで夢は彼の岡田由紀子、岡田真澄がスターリンに見え、松山千春、参議院議員でまあ恥さらすと、ね、松山千春の歌は本当に素晴らしいですよ、ね、見事です、見事見事です。芸能人は所詮役ずらさ、自民党ブラジルに原子力発電所でも作ったな、アントニオ猪木さん、労働に狂って最低な日本人、腹切りは暴走族の見せ物で、米軍と天皇並び浄土かな、自民党考えないやつ面白い、自民党考えないやつ金になる、金になる面白い、それ子供騙しで面白い。
面白いですか、それは。それは何ですか。鶏、いや君、鳥の人がね、まあ偽物小屋が歩いてるんですね。昔靖国神社でなんか見たんですよ、晴れの日に。いやーみたいな感じで、カニになるかもとネギ、これいいかも、面白いですよね、いいですよね。また会いましたね。考えていると燃えているのはあなたです。あなたの責任がブルースの奏です。転がってやがるぜ。浮いてこい。最初のキックで泳いで、おじいちゃん、夏野菜など育てて、てるてる坊主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 。ああ、舌が抜けましたね。舌が抜けると安倍さんが救ってくれますよ。舌が抜けるとね、救ってくれます。Yeah.